野木津一手のレいプレゼント野木ツアートどうも皆さんこんばんは東横名人ですえー、本日は8月の末えー、東京某所我が営利をお届けしておりますお相手はいつものように私東横名人と今日はズームで長野からこの方です皆さんこんばんは <laughs> 坂本です <laughs> <laughs> 作らんでよろしいですよ、そこまで。えっ、ー、と、坂本先生 <laughs>、はい。大丈夫です、坂本ですあ。あの、ツイッターをフォローしている方はご存知の通り、坂本選手はですね、あのー、コロナワクチン2回目接種、モデルナなんですかいや、ファイザーですよ。ファ,イファイザーはい、確か。ファイザーあ、うん、確かって。えっ、ー、と、うん、大体みんな職域接種でモデルナが多いっていうふうに聞いてたんですよ。 あのね、結局ね、うん、僕、職域接種じゃなかったんですよ。あ、職域接種じゃないのなんかね、職域接種で、7月に移って予定だったのに、うん、なんか政府からなんかあの職域接種中止のお知らせっていうのが会社に来て。振り回されて。で、なんか中止になった、7月でなんか申し込み中止になったじゃないですか。ああ、そうですね、ちょうどあれ、会社、会社の募集が終わった次の日にあのニュースが流れて、うん、で、か、嫌な予感考えたら会社から、なんか政府がダメって言ったから、みたいなメールが飛んできて。ええー。 結局会社は9月以降になるっていう連絡が来たんですよね。あ,あじゃあもうこれはもう基礎疾患抱えてるオイラはダメだと。んそうしてるうちにも長野県の方から先にほら、うん、各市町村からあの基礎疾患抱えてる人に先に来るじゃないですか。クーポンがね、クーポンが。そうそう。ほんでクーポンがもう7月に来てたんで、うん、じゃあこっち申し込みますねって言って申し込んで、うん、ようやく。で、もあの 8, 8月の頭に1回、うん、1> で、あの、選手の木曜日に2回目を受けに行ったんですよ。いや、坂本さんがね、 あの、はい、今週中原編に、なんか、うん、ツイッターに、熱が出たよ、みたいなことを言ってて、まあまあ、二日ぐらいも経ってるし、うん、多分もう大丈夫なんだ。まあ熱はまあひょっとしたら昨日ぐらいまであったかもしれないけど、うん、やっ言ってくれないとこ,こんな、こんな恋にやってるって、まさか、ツイッターでわかんないですからね <laughs>。いや、ツイッターにちゃんとあの、温度計で30 7度っていうやつだして、そんなに、そんなに無理はできない予定みたいな <laughs> チラッ。ちゃっちゃって、主張してたんですね。いや、あの、自分では、うん、あの、大丈夫と思ったんですよ、土曜日には。おお<ー>。うん。で、あの、おそらくまあ、熱も下がって、土曜日ぐらいには大丈夫思って、まあ、ラジオぐらいは余裕だと思ってたら、うん、今日の、あの、誰とも喋ってなかったんですよ。会社休んでたから。<laughs> ああ、えっと、木曜日に言って、 そう。木曜日に売って。で金曜日とか、もともと会社休みに入れてたんですよ。まあまあ,まあ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 ね。あのーうん、念のためね。そうしますよね。で、ああ、そう,そ,うそうか。中1日か。あの、結局ね。 あの、誰とも喋ってなかったんで、走をぐらい余裕やと思って、今日の夕方ぐらいにようやく飯食え、飯お腹空いてたからご飯食べに行こうと思って、セブンイレブン行って、お金渡そうとして、すいませんって言った瞬間にそのすいませんの声聞いて、これやばいと。あ、だから気づかなかったんですね。<laughs> そうそうそう、ね。全然声を張って喋ることないから。あ、でもね、三ンさん、僕が今、ズームで、さっき声かけた時よりも、 声は出てきてますよ。あ、そうやろ。だから、喋ってないからね、この3日ぐらい。あ、じゃあ食べる、できるかないや、もう今日1本だけにしようかなと思って、どうしようかなと思ったんですけど。ただ、あの、耐久性がな、耐久性がなくなってるからどうなるかわからなんけど。わかんないですね。いや、そうそう。本当いや、もう完全に風邪ひいてる人の声になってましたからね。あのね、多分ね、その熱出た時、僕の場合ね、一緒に扁桃腺も腫れてたんですよ。あら、明らかに、あの、そういうタイプもあるんだ。ものを食べようと思っても飲み込まれへん ああ、もうちんこが肥大化して。そう,そうそうそう。そうだからあの、あ<ー>よく、まあ言うても僕、返答せのプロやから。わ、うん、かるわかるあ。そう、だからもう晴れだ、はるきがちょわ、ね、かるじゃないですか。そう。もう下は小さいけど上はでかいからね。<laughs> だから、そんな下ネタはええねん。<laughs> まあ、下ネタじゃないよ。別にあの、これ下ネタを言うても別にワクチンにかけたあの、ワクワクなんとかじゃないから、別にあの、攻めた点と言ってや、別に下ネタじゃないから。はい、<laughs> はいはい、ワクワクチンチンね。だからそれ言うな言うてるやろ。<laughs> だから、で、本当に、あ、これはゼリーとかしか飲まれへんと思って、ゼリー飲んでも喉が痛いから、<ー>結局2日間ほとんど何も食べなくて、今日体重計乗ったら一気に4キロぐらい落ちてたんですよ。そんな野々村誠張りに、痩せたっていうことなんですか、うん、?4 キロも、まあ。鏡見たら何も変わってなかったんですけど。どこが落ちたんやお腹周り。お腹,り,おお腹りかなそう、内臓脂肪。<笑><笑>いい、いいじゃないですか。ちょっと待ってください。い ちょ,っとちょっと待ってくださいよ。ファイザーって、副反応少ないって聞いてたんですけど、なんか当たっちゃったんですかいや、少ないって言うてもやっぱり出るみたいですよ。いや、なんか、あの、出るのはなんか2人に1人とか3人に1人とかいやいや。4人に3人ネス出るって言ってますからね。そうそう、でもファイザーも出るらしいですよ、やっぱり。ああでもマシなのかな。いや、だから、すごい、あの、副反応怖い人はファイザーをあえて選ぶみたいな人も多いらしいんですよ。 まあ言うても俺自慢んじゃないけど、俺インフルエンザの予防注射でも熱出る人やし、うん。あ元からワクチンに弱い人なんですね。そうそうそう。ならずけ食べても顔赤くなるぐらい先にも弱いからね。ああ、過敏なんだ。過敏、いろんなことの過敏なんですよ。<ー>悪口とか。<laughs> だから <laughs>。<laughs> <laughs> だからまあまあ、あの、出るのはもうしょうがないと思ってたんですよ。うんあただ自分の中で,で、木曜一番怖かったのが、うん、 ワクチンで、副作用で、こうなってんのか、うん、その会場に行ったことによる感染なんかよう分かれへんやん。そうですね。今、また、あの、PCR 検査受けたら陽性で出てしまうかも。そうそうそう。だから、え、それやったらどうしよう。えやっぱり、あのー、今流行りのなんかね、酸素分泌でも買うかとかいろいろ考えるじゃないですか、やっぱり。危 <laughs> <laughs> <で>ないけど。あの、坂本さんはご自宅にパルスオキシメーターはあるんですか <laughs> いや、ないよ、そんなもん。いやいや、もううち買いましたよ。<laughs> マジで。うん。嫁さんが心配性やから、もうとりあえず買っとこう、みたいな。<laughs> だ酸素、酸素ボンベとか買うの、やっぱり。酸素ボンベは買ってないけど、いまだに。いや、あの、パルスオケシメーターも結構いい加減というか、<laughs> 売ってるやつってそんなに、あれでしょうあ。あ、でもちゃんと、あの、うん、ドリテックっていう、ちゃんとしたメーカーに使いましたよ。 <laughs> もうもう今時ちゃんとしたメーカーとかその、例は最新モデルとか書いてなかったですよ。いやいや <laughs> いや意外と、だからよく聞くのが、うん、家で測ってたやつと救急車で測ってもらったやつが違うとかね。うーん、そうですね、まあ。そんな、まあ、血糖値にしたってそうじゃないですか。僕は、あの、血糖値もいつも測るんですけど。うん 結構病院で測るやつと自分で測るやつって差があったりとかするんで。最近血圧も多分僕も怪しいかなと思い出していましたね。そうそうそう。血圧系も家にあるんで測るんですけど、それもなんか病院で測った時と結構違ったり、あの、自分の緊張したバイアスがかっちゃうからっていうのもそうですね。そうそうそう。だからね、ちょっと悩んだんですけど、まあまあ、ええかと。そういうのは。う死ぬ時は死ぬやろうしって思って帰えへんかったんですよ。それはね。でも、いざやっぱ自分、結局ね、 熱が38度後半くらいまで上がったんですよね、ああ<ー>、もうインフルエンザばりだ。うん。はあ。ちょ、ちょっと怖くなりましたよね、やっぱり。うん。いや、これ副作用やんなって。<laughs> そうですよ。<laughs> <laughs> 副反応ですよ。あそうそう。副反応、うん、え、これ、マジモンどこなのって今日、昨日の晩ぐらいにようやく熱が下がるまではね、ちょっとドキドキしますね、やっぱり。いや、でもこんな、わか,かってたら、この日に収録じゃなくて、先週収録したのに。 いや、いや、一回目、一回目余裕や、いやいや余裕やったもん。二回目がって感じじゃないですか。余裕っても僕も、この週明けの月曜日に、うん。モデルな二回目ですからね、うん。そう、別に、あの、売った日に収録とかしないじゃないですか。二日間も間があったら。いや、微妙だな。微妙微妙だな。僕、僕が坂本さんやったら、この日やめようって言いますよ。うん、<laughs> ああ、そうなんだ。うんうん、でも、どっちかっていうと、 やっぱりこう、やっぱ、なんていうのかな。まあ、あの、ラジオに対して、その、収益性とか、うん、収益性とかは求めてないから、やっぱり、ネタの後に喋りたいっていうのがあるじゃないですか <laughs>。あれ、ネこれがネタと言いたいんですね。ま、ネタというか、うん、この2回目終わったっていうのをラジオで喋りたいっていうのがあるじゃないですか。声からわかるやん、それ。<laughs> うん、<laughs> なんかあったってわかる声じゃないですか <laughs>。そ,そうそうそう。いや、 あの、売、うん、ってもらったことの会社はすごい感謝してますし、別にあの、ね、あの、ワクチン打つことに何の躊躇もないし、うん、で、すごいスムーズやったんですよ、長野家の体育館。ああ、もうはい、かかった時間って20分ぐらいですよ。20回、うん、<の>もう最後のあの、座っといてくださいねって言ったら15分のけたら、うん、本当に流れ作業みたい、うん。あ、でもうちも職域接種は、もう座って3分ですぐ、うん、はい。 どうぞって言われたから。そう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 。うん、本,当う本当にね。スムーズですね。あの、診察してくれたおじいちゃんのお医者さん、うん、なんか50年ぶりぐらいに診察しましたわ、みたいなおじいちゃんが出てきたんやけど。多分退役してた人なんでしょうね、おそらく、ね。そうそう、退役軍人やと思うんですけど。大丈夫なんこの人っていうような人に、<laughs> 体はどうやって言われて、うん、大丈夫ですってて、じゃあええやろうっていうような感じの診察やったんですけど。うんうんうん あとは本当にね、何の心配もなく。もうそこだけでしたね、心配は。なのに、この声。<laughs> まあ、これはしょうがないと思うんですよね。熱はもう下がったんですよね。熱は下がりました。あのー、さっき、あの、ラジオやる前に36度は、6六ぐらいまで下がってましたので、うん。あじゃあもう平熱じゃないですか、ね。もう平熱、平熱。うん、もうあと、この変動線だけですよ、元に戻らなあかんのは。ああ<ー>、うん、本当にいろんな副反応があるらしくて、うちの会社の人は、痺、うんうん、れが来てるって言いましたね。腕に いや、腕っていうか、左半身に、左腕に打って。ああ、でもね、僕はね、うん、腕は上がらなかったですね。それ、四重肩だとかじゃないですか。いや、もう四重肩を遠の昔にやってるから、全然今平気なんですよ。うん、でも、あの、ちょうど肩のこの飛行の部分ついてくるじゃないですか、はいはいはい。肩のとこ。うん、だからそこが痛いから、結局のところ筋肉張って、もう四重肩に近い状態で上がらなくなるんですよ。え、でも、一回目からそういう風になってたんですか一回目も痛かったんです。うん。 なんか一回目も腕は痛かったんですけど、別に熱も、扁桃性も全然大丈夫やったんであ、腕痛いなーぐらいで、うん、でも今回は、もう熱も出るし、関節も痛いし、うん、本当にインフルエンザと一緒でしたよ。辛いなーただ、あの二日目になって、俺汗臭っ。今日、今日ね今日ね。そうそうそう、うんで。汗臭いのが自分でわかったから、うん、吸えた匂いがするんだ。そうそう。うんあ 嗅覚はまた生きてんねんなと思って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。<laughs> コロナになって嗅覚がダメになるのはわかるけど、うん、ワクチンでも嗅覚ダメになるのいやいや、だから、あの、うん、吸えた匂いがしたから、あ、うん、嗅覚は生きてると思って、うんうん、大丈夫俺と。大 <laughs>、俺、俺大丈夫やなっていう。<laughs> いやあ、俺臭いやん。オッケーみたいな、うん。なるほど。<laughs> そう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 。そこでちょっと安心するっていうね。 そうですか。まあ、でもね、ワクチュンはいろいろ、まあ、ありますけど、いい思い出になるんでしょうね、これね。多分ね、オイルショックの時みたいにね、渋谷にあんなき並んでたやつおったなとか、なんか、モデルナになんか、異物混入してたなとか。<laughs> 異物混入ロット打たれた人はどうやねんな <laughs>。でもうちも、あれ面白いですよね、その異物混入ロットで保管期間にもよりけりで、うん、うちの会社も水、水、うん、木金と中止になって、 月曜日なんですけど次のうしよう、なんかワクチン打てんのか打てないのかな、みたいな。もうその逆算して <laughs>、うん、その前後のスケジュール全部もう予定キャンセルしたりしてるわけですよ、こっち。あれ、2回目キャンセルになって、例えば伸びるじゃないですかどう。どういうふうに救済措置があるのかよくわかんないですね。 あれ、一回目の二週間後っていうのはなんか意味がある二週間後なんでしょ、うん、あれ。あのそう。一応その期間内に打つのが多分いいんだよと、うん、ホップステップあれあれ。それ、それ、あれやね。それを伸ばすとどうなっちゃうのか、それが知りたかったですよ。だから無理やり枠増やすんでしょうね。おそらく救済措置で。またそれもスケジュール調整大変ですよ。あまあ、まだ渋谷とかね、渋谷とかね、並ぶだけね、マシやと思いますけど。うん。それでもやっぱりね。いや、まあ、とりあえず月曜日が打てるっていうのが、 金曜日の夕方に、あの、一応ワクチンキープできましたってなってたから、うん、打てるんでよかったんですけど、まあ、二日間はもうほとんど秋に、予定を空けるようにしましたけどね。あ、やっぱり、うん、でも今リモートだからなん、まあ、なん、なんとでも出れ、出れるやろうみたいな感じで、打ち合わせ入れられてますけど、今。まあ僕も予定はこのラジオ以外何もなかったんで、金土日とゆっくりしようと思ってたんですけど、うん、いや、まさかね、 扁桃腺が腫れるとは夢にも思ってなくて。はい。はい。まあこういう、ちょっと声でね。まあ、はい、そろそろ元に戻ってるとは思うんですけど。徐々にね。うん。ちょっと、ちょっと風邪気味ぐらいの人の感じの声になってるんですけど。うん、まあ今日はとりあえず一本かなこれはね。まあネタ的に一本しかないんだったらしょうがないですけど、ね。いやいや、そんなことないですよ。<laughs> そんなことないですよ。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい。 あのー、なんでしょうね。昔の F1 なんかで下位チームがたまにこう2位とか3位とかをこう集会で走るのってかっこいいなっていう時期ってあったんですよ。あもちろんね、あのトップチームに何かしらのなんかこうトラブル、うん、あったりね、あのクラッシュがあったりとか、こう偶然が重ならないとなかなかないのはないんですけど、でもありますよね。 あったりとかするようなことが我々にもあったんですよ。うん、ポッドキャストランキングって。はいはい。あのー、最高が、トップね、ポッドキャストアプリの中で、うん、えっと、トップ200は、出てくるんですよね、うん。そのトップ200の価値がいまいち僕は分かってないんですけど。全体でトップの200です。だから本当にやいいや。だからその全体が分かれへんから。<laughs> <laughs> 狭い狭い話ですよ。 全体が210のうちの200やったらあんま意味がないんですけど。全体が多分1000とか2000ぐらいあるとは思うんですけど、分母がね、アップルポッドキャストは明らかにしてくれないんですよ。うん、分母が分かれへんから、うん、自分と偏差値分からないじゃないですか。でも変、でもね、も本当にこのアップルポッドキャストだけはもうよく分かんなくて、何がどうなったら、こう、上の方に上がってくるのかっていうのも分かんないんですよ。 で、この8月のお盆前ぐらいから2週間、先週ぐらいまで、この200位の中にほぼ入ってたんですよ。全体の。はい、この商業のやつ、うん、例えばオールナイトニッポンのポッドキャスト版であったりとか、うん、この NHK ラジオであったりとかこう、古典ラジオさんとかね、うん、ジェーンスーとか、 古典ラジオなんて今をときめくポッドキャストじゃないですか。そうそう。そういうところに入る商業系のところにプライベーターとも言える我々が、トップ200に入るっていうのはすごいことだと思うんです。おっさんのラジオで。でんか戦闘、戦闘走ってたトヨタのマシンが突然止まったりとかしたんでしょうね。なんかあったんでしょうね。本当に原因がよくわかんないんですよ。で、多分なんですけど、<分>おそらく、あの、アルスマグな久々に取り上げたじゃないですか。 はい。で、あれでちょっとだけブーストがかかったんですよ。はい。たまにアルストマグナーってブーストかけてくれますよね。かけてくれて、バーンってちょっと上に上がって浮上すると、あ、なんかあるのかなと思って、またこう、うん、なんだろう、見てくれて、認知の再生産が始まるんですよね。まあ、あの、表紙に乗るっていう、ね。るっていうことが。ね、どどこに言うなろう小説っていうところの。うん。日刊トップでも一貫立ってみたら、そこから、なんだろうな、うん、一気ガーンってやったら感性である程度いっちゃうみたいなね。 そう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 。うん、とりあえず押してくれるんですよ。そう。まあ思んなかったらすぐ落ちるんですけど。思んなかったんやろうな。<laughs> <laughs> 音、音質が悪かったのかな。ポリンスキーってやった時のとかね。<laughs> あ、そうなのいや、まあまあ、ちょっと広い部屋で撮って。うん。うん、あんまり良くなかったっていうのもあったんですけど、もう今となってはね、こうリボートでやってる方が音程安し、うん、音程安し安定するから。<laughs> これ坂本さんと、これラザーウォークに行って H2 で撮ったら何この音っていうふうになるかもしれないから、また機械なんかカウントダメかなっていうのを思ってますからね、今。もうそれぐらい、今この、リモートの方が、リモートに特化して、特化してる。うん。安定しますからま正直、正直なところ、うん、そのリモートの喋り方っていうのはたまおそらく別に気にしてはないけど、うん、ちょっとずつ慣れては来たんでしょうね。そうでしょうね。うん、一瞬あ相手が喋るのをまったりするようになりましたから。 そう。お見合いしなくなったっていうのはあるし、息遣いで何どか分かってくるようにはなるんですよ、うん、確かに。うん。まあ昔のね、うん、その、あの、こう、畳みかけるようなテンポっていうのはちょっと辛いのかもしれないですけど、うん、聞きやすくなったような気がしないでもない。まあね、やっぱりね、うん、ライブでやるのやっぱ楽しいっていうか、二人で顔合わせてみるのは、やっぱり様子分かるし、うん、いいこともあるんですけどね。まあ あの、僕はね、ツイッターにも ASMH の顔忘れちゃったみたいなこと、え画、え、映なこと書きましたけど、うん、実際は ASMH に必ずそれ気にしてんのか、あの、始まる前にね、顔映すんですよ。そうですよ。僕のハゲ方どうだったかっていうのは、僕はね、あの見別に見、見せてくれなくていいのに、毎回顔映して、<laughs> 俺も、ああ、またアバターが上がってるわ、みたいな感じで見てるんですけど、<laughs> アバターちゃうわ。あの、ハゲ具合を毎回ちゃんと見、 確認してくれてるわけでしょ、うん、そう。だから、この前、あの、名人が自分の写真上げてたじゃないですかね。あれ、僕の写真じゃなくて、あれですよ、将棋の人の写真ですよ。うん。ちょっと剥げ方足りいな、みたいな。いやいやいや、同じぐらいの剥げ方だと思いますよ。なんかもう、なんか会話が嫌ですけども <laughs> え。えこう、あの、あ、でもね、パソコンのカメラって下から飛ぶじゃないですか。うん。髪の毛ほとんど見えへん。あ、わかるわかる。ちょっと、わかりますちょっと煽ると、あの、透けて透けちゃうんですよね。うん そう。だからね、のねあの、髪の毛、うんぬんで、ちょっとあの、まだプライドがあるんだったら、カメラの位置は高めにしといた方がいいと思いますよ。そうですか。そうですか、うん、こう、こ,んこんあ、そうそうそう。こんな風に。そうそうそう。こんな風に。これだと、これだとちゃんとあの、土星の輪っかっぽく、ちゃんと。うっさいわ。<laughs> 見えてます。今、今見えてます。今、この角度だとほぼほぼキラー感ですけどね。そうですよね。うん。やるんですよ、髪の毛は。 意外と黒いですしね。黒いですよ。白髪はないですよ。下の毛は白い、<laughs> 白いのを混じってきましたけど。僕ね、下手、うん、すると今半分ぐらい白いですよ。どっち下が。<laughs> 上が。いや、上、上が。上が。横とかほぼ、<ー>ほぼ白に近いですよ。ええー。もうね、ロマンスグレーって言ったらかっこいいけど、うん、も,うもう白いおじいちゃんですよ。<laughs> <laughs> ちょ、ほ <laughs> 本当に心配したのは、坂本さんと会ったら、あの、野々村誠りに、コロナで4キロ痩せるって言ってたから。あんな感じ。で、もうほんで、赤ね、さっきの声を聞いたら、うん、坂本さん、野々村誠になったのかなっ、うん、えっと、本当に、医療従事者の皆様には、感謝の言葉しかないです、<laughs> <laughs> みたいな。他に <laughs> してるやろ、野々村誠。いや <laughs> いや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 。 大変やったやなーって。あのね、髭はね、うん、ほぼ白なんで、僕全部。お<ー>いや、ほんまにね、みたいになあが分かる人には、そう。だからね、分かる人には分かるかもしれないですけど、あの、指曲げてたら若王子さんにしか見えないと思うんですよ <laughs> <laughs>。めちゃめちゃ受けてますけど。<laughs> 若王子さんね。あの、あ<ー> <laughs> フィリピン、フィリピンで誘拐されてどうでしたっけそうそうそう。指曲げてただけでよかった、ね。うん、そうあれ。 あれ、今から考えたら何やったんでしょうね、指曲げて。なかなか、<や>なかなかあの、頭いいですよね、あの、誘拐した人ね。いや、ちょっとタリバンも見習ってほしいわ。タリバンそれぐらいやったら、タリバン、いい、うん、いいなじゃないけど、賢いなってなりますよね、うん。だってあれ、指曲げてただけって分かった時の日本人のあの、喜びようというか、うん、安堵の仕方というか、ええー、やつやんっていう。<laughs> タリバンええやつやんってなりますよね、多分ね。そう、あの、うん、 意味わからなん人は調べてくれていいんですけど、若干さんでさんね。<laughs> だって最初の写真見た時みんなはちょっと胸痛くなったからね、うん。<laughs> 指曲げてる写真見た。でも、あの時、若おじさんすごい髭伸ばしてて、すごいあの、ちょっと白髪っぽくて疲れてたような感じやったんですけど。今、若おじさんできるんですよね、さんそう、結構、結構できるですでも今、リモートかで若おじさんみたいにいっぱいいますよ、武将費が生えして。まあ、おるおる。だからね、髭も白いし、髪の毛も結構白いんで、かなりおじいさんになってきてるなっていうのはよくわかるし、もう50歳になってね、つくづく思いました。あの、若い時の大人の階段登るって言ってたじゃないですか。 50歳になるとね、体のこの部分の一つ一つが壊れていくのがわかるんですよ。嫌な話するなもう。だから、あ、階段一歩一歩降りていってるねっていう。ああ、大人の階段を登るんじゃなくて、うん、人間の階段を一歩一歩降り,降りていってる感じがする。ああ、やだやだ。で、ポッドキャストランキングの話なんですけど。<laughs> <laughs> いや、いやでもおかげさまでね、本当にあの、いい夢8月見させてもらったなって感じで。あ、で、じゃあ今はもう200以内にも入ってないと入ってないですね。で、更新したらまあ上がるのかなと思ってはいるんですけど、やっぱりちょっとあちょっと足りないですね。だから、社会、ジャンルあるじゃないですか、社会なんかジャンルと。社会文化カテゴリーで、うん、えっと、20以内ぐらいに入ってたら、社会文化カテゴリーってやっぱり、うん、 結構、競合引き締め、あの、競合地域なんで。あ、そうなんですかあの、武田哲也とか。うん。あの、そうそう、ラジオ三枚おろしとか。うん。やっぱりあれじゃないですか。神奈川、神奈川県大会とか大阪府大会みたいな感じだと思うんですよ。あ、もう今回の甲子園みたいな。うん。地弁、<laughs> 和歌山、地 <laughs> 近、近畿勢強いな、みたいな。強いな、<laughs> みたいな感じ。だからやっぱり、うん、社会文化で20から15位ぐらいに上がってたら、ギリギリ200ぐらいに入る可能性はあるんですよ。うん。うん。うん でもなんか、ジャンルも小さいとこ行くとなんか個人ジャーナルみたいなのもあるじゃないですか。そう、個人ジャーナルの中で最高位2番目でアメリカンライフか何かっていうのには勝てなかったですね、最後まで。うん。またずっと幽霊船員のように浮かんでる FM 東京 FM のアバンティ。どれどれ聞き, <laughs> 聞き耳を立ててみましょうかっていうやつね。終わってる、十何年前に終わってる番組が、 本当に幽霊船のように漂ってるんですよ。でも絶対に騎士には近づいてこないですね。そう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 。<laughs> 何なんすかあれ本当に。海流に乗ってるんでしょうね。うん、海流に乗ってて <laughs>。た、たまにね、ベソ200に入ったりするんですよね。んなん もう本当わかんなくて、本当アップルポッドキャスト自体は、なんか、うん、何が、だからね、皆さんね、ちょっと本当お願いなんですけど、レビューの星マークでもいいから、レビューつけてくれたら上がりそうな気するんですよ。まあ、もちろんコメントずに入れてくれるっていうのが一番いいとは思うんですけど。まあ、あの、ナロー小説は一間やってはいけないことなんですけど、うん、投票してくださいとかポイントくださいっていうのはね、うん、あの、一番嫌われるパターンなんですけど、うん ラジオはね、言った方がいいですよ。言った方がいいですよね。本当にみんなね、うん、あのー、できたレビューちょこっと、クソとかでもいいから、レビュー書いてもらう方がいいと思うんですよ。あのね、収益化とかは全くどうでもよくて、お金も欲しいと思ったことはないですけど。思わないですけど、うん、うん。思わなくもないですけど、<laughs> 思わないんですけど。思わないよ。思わないよくれ。くれる、くれるって言うんだったらもらいますけど。<laughs> でもまあ基本的には、目的にはしてない。全然全然、だからもう。もうだから、ね、このラジオが続くか続かないかっていうのはもう本当にね、名人のモチベーションのみなんですよね、これ。でしょうね。うん。うん。もう名人が、ええー、もう更新めんどくさい。って言って得たったら、<laughs> うん。多分ね、そのまま得たると思います。うん、多分ね <laughs>。 で、その頃になってようやく、ポッドキャストのその感想のとこに、もう更新されないんですかとか、得たったんですかって言われても、多分もう見ないから、そう。モチベーション上がらないんですよ。そんなもんなんなですよもうやめるって言ったら多分、いや、別にやめないですよ。あの、うん、あの、見てくれ、アップルって、この前、1年ぐらい前に言った時よりも全然大丈夫ですけど、うん。<laughs> 大丈夫ですけど、でも確かに、モチベーションってね、うん。いや、でも上がってやっぱり良かったですよ、本当に。ああ、良かった良<う>かったって。 でも今回のあれで結構モチベーション上がるじゃないですかね、やっぱり。2位とかになると。ん、なんかね、個人カジャーナルで2位ってなると、やっぱり、でもそんなにね、ダウンロード数上がってるわけじゃないんですよ。若干ね、えー、っと、130%ぐらい確かあの時にはなってましたね。通常の。あ,あはいはい。うん。だまあ、そういうふうな、やっぱり、変動したら、多分ね、率、変動率なんのかなと思いましたね。本当にロジックがよくわかんない。アップルポッドキャストだけは。 まあ、アップルのやることですからね。うん、本当に。うん。スポティファイなんかも全然聞かれてないですからね。アンカーとか。うん、で、そうかなと、落ちたなと思ったら多分みんなね、YouTube で見てるんですよね、うん。YouTube ってやっぱり、まあ、あれで聞くっていう人は一定数いますからね。うん。だから、あのー、パソコンで垂れ流して見てる人っていうのはやっぱいるみたいで。うん。やっぱり YouTube ファン作る意味あったんやっていうの思いましたね。やりますか、YouTube。 うんライブ <laughs> ?YouTube ライブやったらまあ楽ですからね。うん、まあどっかで。ね。うん。まあそれはアーカイブ化するのかしないのかっていうのもいろいろありますけど、うん、まあ YouTube ライブはやろうと思ったら今でもすぐ、まあ練習は必要でしょうけど、まあどっかでやりましょうか。まあでもやっぱ YouTube に上げてる以上はね、うん。やっぱり再生数を伸びた方が嬉しいじゃないですかね。そうですね。でもやっぱりなんだかんだで、聞いてる時間で言うと、 結構何十時間ってトータルで聞いてくれてるっていうふうに思うと、なんかそんだけ人の時間ね、費やしてもらってるって思ったら本当感謝ですよね。まあそうですね。うん。まあ100人にもいかないですけどね、YouTube 版も。<laughs> なかなか。いやでもね、うん、YouTube、まあ普通の YouTube でもそうですけど、100人超えるときって大変ですよ。うん。最初の100人、それから次の1000人、まあよう言う、うん、言うことですけど、うん。大台超えるっていうんですかね。 ないうん、それはなかなか難しいとは思いますけどね。<laughs> ねえ。うん。いや、どっかでなんかこう、<laughs> あるんでしょうけどね、当たる瞬間が。それを言い出して何年経ちますか <laughs> ポッドキャストも。まあ昔。ポッドキャストね。ポッドキャストもネットラジオもだ。まあ、まずね、ネットラジオっていうか、このホームページにまず来ないっていうのもあると思うんですよ。まあ、その当たるっていうのをどのてどこら辺に置いてるかによりますけどね。うーん。 うん、まあ、今のノギツアールを当たってないって言い始めたら、おいおいって言われることもあるでしょうし。まあ、当たるような内容でもないですからね、多分。キャッチーなことをすごく言ってるわけでもないし。うん、だ、なんですか、かあの、ひろゆきのあの、YouTube みたいに、より抜き、ノギツアールみたいなことをやってくれる人がいたらいいってことですか、うん、<laughs> ?4 分間で。お金貯まる人の条件って、とかって <laughs>、なんかそういう <laughs>。 多分ね、縮めたら4歩にもならないと思いますからね、僕ら喋ってる内容って。<laughs> <あ>いや、ね、ほんまペラッペラですよ。<laughs> 確かにね。ああまあ、流れを楽しんでいただくと、ね。そうそう、あのね、なんとなくいい,いいこととか大事なこと言ってそうって思わせてるだけのラジオですからね、これ。<laughs> おっさんに騙されたらダメですよ、本当に。そうそうそう。おっさんしか聞いてないけどね。そう、そう、おっさんがなんとなくいいこと言ってそうってう <laughs> 確かにね。そう。よくよく聞いたら矛盾だらけっていうね。うお前、火を、風緑かよ、みたいなね。そう。だからね、昔のね、放送を聞かせてくださいって,って、いや、ダメですよって言ってるのは、要はね、矛盾があるからですよ。うんうん、変節してるところも多分あると思うんですしね。 そう、そう、うん、もう、言っても僕らほら、あの、微妙にサブカルに足突っ込んでたりとかするじゃないですか。意外と鬼畜なこともやってますからね。まあね。え、ああ、うん、え、あ,あ,あはい。<laughs> 僕ら、あの、<laughs> 障害のある人いじめたりもしてないですけど。いじめたりもしないけど、でも言ってる内容は結構やっぱり鬼畜なこと言ったりするじゃないですか。うん、あ、ケケーみたいな。まあ僕はね、その、ポリンスキーとも散々話しましたけど、うん、日光ジャンボ機の話とか大好きですから、 そうでしょあの辺も、<な>あの辺とへもいた僕と坂本さんが、東京オリンピックの総合演出とかに関わってたら、ほらこの渡辺、渡辺、あの日高山、山と山あのー、ところものすごく楽しんでたよね <laughs> はい、はい、みたいな。そんな奴にオリンピックの総合演出頼むなんてみたいな。辞任します。<laughs> <laughs> そもそも6でもない、あの、開会式になりますけど <laughs>。<laughs> この話題もできなかったですね。オリンピックの話題もね。そう。更新の。 まあ正直なところは、まあ言ってもやっぱ年代的なもんもありますやん。うん。やっぱその、ちょっと鬼畜に憧れるっていうことはないですけど。いや、そういう趣味の時代は確かにありましたよ、多分。あ、そう。だからね、僕なんかあの、まあ小学校ぐらいから YMO とかビッグリハウスとかああいうのが好きで、うんうん、まあそっちの方から、どっちかというとビッグリハウスから、ね。なんかその、鬼畜というか、その、そっちの裏の、 ね、アングラ的なところに行ったりとか、それから、あの、マッキントッシュが <laughs> マックが好きで、うん、パソコンが好きで、うん、もうほんと初期の頃のマックって、やたらと割れずとか。割れずね。<の>うん、そういうちょっとアングラなものに、みんなみんなチェチェンの首切り動画見てたやろアクセスできるのがパソコンの良さやったじゃないですかね。<laughs> そうですよ。だって、そういうのに興味があったからみんなモテラリーにアクセスしたわけでしょそうですよね。 ある意味、あ、こんなこと言ってるってこんなこと言っていいんや。いいんって。ラジオで言っていいんや。検閲ないんや。すげえ、千柳さんって思って聞いてたわけですか思った、思った。同時のね、話とか、オタクの話とか面白かったですからね。そうそうそう。だからそういうのをドキドキしながら聞いてたので、ある意味まあ、お前らもやろって言われたら、はい。背中に傷はありますよ、絶対。そうですよ。 僕たちは総合演出できなくて、竹中直人みたいに、そうそうあの、うん、大工の棟領の役は折り回すって言わないとダメなんですよ。<laughs> ねまあ、正直だからね、あ正直、だから、それいい、いいか悪いか言ったら悪いんですよ、絶対に、そのね、障害者いじめたりとか、うん、あの人、まあ、あの人は悪いんですよ、あ,あの人は悪いので、まあうん、あの人と一緒にするわけではないんですけど、うん、なんとなくそれを、なんかこう、ギャウにするような、まあ、ラーミスもそうですけど、 まあ、ラーメンズはね、またちょっとその構造が違うんですけど。まあ、でもネットの2000年代初頭のネットとかに関与してた中の人っていうのは大体みんなそういうもんだと思いますけどね。そうだからね大なり、そうなり。悪趣味みたいなのは。悪趣味な写真とか、雑誌もいっぱい出てましたけど、うん、もうそもそもやっぱり僕かってね、ギニーピックとかああいうビデオもいっぱい見ましたし、うん、 それこそフリークスとか、ああいうの本来はね売ってないビデオもあの裏ビデオで流通してたを買ったりとか、うん、<laughs> そういった記憶もあるので、うん、まあ、そんなにあの人のことを糾弾できるのは立派な人生でもないなって思ったりするんですよ。うん まあもちろんね、あの、自分たちのカーストは一番下だったんで、人をいじめたって記憶はそんなにないんですけど、まあそんなにって言ってるの趣味は良くないよね、確かにね。そう。だからそんなにって言ってるのは、うん、自分の意識してないところでもしかしたら自分より下の人をいじめ、いじめたと思わされたりとか、不快な思いさせることも多分あるかもしれないですからね。<laughs> そうそうそう。あの、言うても、オタク、反オタクみたいなところもあるじゃないですかね。空気読めないところもあるので、で、あの、無駄に体はでかいっていう。<laughs> いやだからね、結構ね、やっぱりね、ちょっと、そういうのでは、いや、お前は言うなよって言われたらそうやろうなって思うんですよ。うん。まあ。昔のラジオ多分ね、全部聞いたらね、相当ひどいこと言ってるやろうなっていう自覚はあるんです。ありますよ。あなたなんか、昭和天皇のモノマレがね、言ってもお得意技ですから。<laughs> あ、そう。<laughs> <laughs> 別に、あの、これもリスペスクとしてるんですよ。大好きですからね。大好きって言っといたらいいのか、みたいなえ。そう、僕ら、 天皇陛下大好きなんですけど。ヨシリンもそういうこと言ってたからね。うん。ヨシリンひどいね。<laughs> ヨシリン、あそこまでなるあそこまでなるんや、本当になんか。コロナくん、みたいな。<laughs> いや、だから、まあ、ヨシリンかって、初めてあの俺、ヨシリンすげえなって思ったのは、あのね、あの漫画でブラックのことを書いた時ですからね。まあね、うん。あ、すごいな。言ってええんや。言っていいんだ、こんなことって <laughs>。だって衝撃でしょうね。 どっちが混ざってもうたやないかーってい子は、ね、そうあ。あれを漫画で読んだの初めてだったんで、うん、いや、裸足の弦でもここまで書けへんかったやろっていうぐらい、赤裸々に書いてたじゃないですかね。まあ人間でも、あの大阪の道徳教育の福読本、うん、人間でも、言われたことがないような言葉を堂々とわかりやすい漫画で。そうそう。 すごいなと思ったけど。人間なんかは確かあのブラック解放同盟のバチを外せって単ス先生に言われたっていうひどい話を書いてたけど、うん、いやいや、それはそうやろっていう。<laughs> い今冷静に考えればよ。<laughs> いや、学校にそれをはめてきたら君が気分の悪い思いしてから外しなさいって先生言うてくれたんちゃうのって。そん,っそんな、そんな内容あったっけ <laughs> いや、あったんですよ。あったんですか。かんな、こんだからこういう話するから楽趣味って言われるんですよ。 でも僕らその辺源流なんでね、言ったらね、そういう会話うだからね、こういう話でいいんやっていうところからですからね。そうだから、あの、イニシャル G ってそもそもそれが結構土台というか、その流れで来てる、まあそっからの RU みたいなとこあるじゃないですか。そうですね。それをまた、あの、卑怯なことに、いや、僕らオタクじゃないんでとか、セミオタとか、卑怯なサブカルじゃない、そう、サブカルじゃないんでみたいな石に立って、うん、いや、それ当たらへんやろ。 まあ一番疎まれるべきのかもしれない, <laughs> いや、そら、そら、そら聞かへんやろっていう。まあね。うん。いや、なかなかね、あの、ある意味はあれですよ。もう、松戸や由美みたいに開き直ったらいいんじゃん。私の音楽は、演習600万以上出ないと、みたいな。私の歌が、不景気だと私の歌なんか流行らないからね。そう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 。うん せめて平均年収580万はないとね、みたいなことを言わないと。それぐらい開き直ってる方がね。580万でもユーミン聞いてうんって思うのかななんかね。いやー、今ユーミンとかサザンとか聞いて幸せそうな顔をかべて DVD に顔を晒してる連中って人生の成功者ですよ、ほぼ。多分ね、多分そうだろうな。<あ>うん。ま、この前も僕サザンのそのライブの DVD 買ったんですけど、うん、 ま、ライブの DVD でも1万何ぼかするんですよ。もうそれす、高いでしょ。うん、そしたらまたサザンのファンがみんななんか私の人生間違ってなかったみたいな顔してるんですよ。それよく言うよね、坂本さんのサザンのライブ見るたびに言うよね。すぐ <laughs>、ね、サザンの客が <laughs>、俺の人生間違ってなかったと <laughs> な。なんかね、うん、もうあの、私たちの宗教正しいみたいな顔してるんですよ、みんな。<laughs> 幸せじゃないですか。 で、前まではサザンのファンってみんなそうやから、俺サザンのファンって鼻つくし嫌やなと思ってたんですよ。うんうん、サザンは好きやけど。うん、最近、ハマッションのファンとか長渕のファンもちょっとそういうやつが増えてきて。ある意味泥臭いけど、俺ちゃんと一人親方で頑張ってるし、みたいな。うん、てかそこそこ金持ってそうなんですよ、みんな。そうですね。まあまあ、長渕ツアーも結構金持ってそうですよね。まあもちろん金持ってるからあんなすごいツアーとかついていけるんでしょうけど、うん 特に浜章なんて歌ってる内容って、なんか工場で油め日になりながらなって言ってるけど、全員大卒やろお前らっていうようなライブなんですよ、あれ <laughs>。そもそも浜章が高卒で工場で働いたことないからね。うん。でもその歌を歌うんだ。え、浜章って神奈川大学かどっかでしょあれ。ああ、そうなんですね。そうそうそう。確か大学行って、で大学の途中でバンド組んで、吉田拓郎のバックバンドになって、みたいな。うんうん、確かそういう、あれですよ、経歴ですよ。 でも歌ってる内容は、あの、なんかあの、女に振られて工場で働いてみたいな内容なんですけど、<laughs> だから最初高卒のやつがみんな聞いてたんですけど、途中あたりから、いや、もしかしてこれちゃうんちゃうって。<laughs> <laughs> 浜章もしかしたら働いたことないんちゃうって。で、浜章の歌の中でよう出てくるんですよ、お父さんが。なんか、俺み、<お>俺みたいな人生をおや、お前は選ぶなぁ、みたいなことを歌うんですよ。うん、お父さんが言うんですよね。うんうんうん、でもお父さん、そういうんですか お父さんは工場で油まびれになって、あの、主人公を育てたみたいな歌なんで。ねよくよく聞いたらお父さん警察官なんですよ。あれ <laughs> 浜翔のお父さん確か。あれ公務員,だっ,た公務員でだったんですかなんかよくよく聞いたら浜翔のお父さん公務員で浜翔大学行かせてもらってるらしいみたいな。うん、<laughs> フィクションん <laughs> やそのお前ビジネス高卒はっていう。<laughs> まあでもね。 歌がいいんで、やっぱり未だに浜松の DVD とか買っちゃうんですよ。おっさん、おっさんはね。おっさんはね。<ー>そう言われれば、俺もあの高卒の歌聴きながら、右腕こう上げてましたけど、大学行ってたなと思って <laughs>。いや、本当申し訳ない。僕らね、喋ってる内容は困難な,なんですけど、意外とあの自分は安全地帯からこんなことを言うだけなんで。だからね、教会偉いんですよ。そう。あんまりね、オタキングと変わんない。うん 本当、うん、オタキングも金持ちの子ですからね。そう、あいつもね、金で仲間集めてなんかな、なんか成し遂げたみたいな顔してますけど、本人に大したことやってないですからね。まあ、なんかうまい具合に乗っかんのがうまいっていうね。<laughs> そう、うんあ。あいつこそ友達に恵まれたやつやろ。いや、本当にそうですよ。<laughs> 桑名正宏はまだ許せるで、金持ちの息子でも、自分も歌ってたから。うん、まあ、歌うのにお父さんにライブハウス立ててもらってたけど、 あ,あ、そうなんですね。そうやで。もクん。でも、サ花正は偉いやん。ちゃんとお父さんの水道会社はついだんやから。水道会社はいだんうん。日の丸親方の会社はついだんやから、またいいじゃないですか。うん。ちゃんとあの、ワン・ルイスと結婚して離婚するときもお金渡してたし。偉いね。偉いよ。うん。オタキングはなんか、なんか今もね、なんかあのー、いろいろあの、アニメをこうぶった切ったりとか。<laughs> ぶった切るって <laughs>。 風立ちぬは実はこうなんだみたいなこと言ってるけど、お前、お前は宮崎かよって思わず突っ込みたくなるじゃないですか、やっぱり。<laughs> ありがたがって目に聞きますからね。うん、そうそう、まあ。まあいいんですけど、別にあの人がおおオタクを殺そうか何しようか。<laughs> <laughs> <laughs> まあそんな奴がやってるラジオなんでね。 本当,に本当にお耳に合いましたら本当にいや本当にし、ね、ゃ <laughs> 喋っててすいませんみたいな <laughs> 本当にねいやでもねぜひ、あのー、ともねレビューはレビューっていうかね星でもつけてもらうだけでもなんか多分上がりそうだから、うん、つけてもらえたらいいかなと思いますはい本当にあのいい夢見させていただきましたあ,あ本当にありがとうございましたありがとうございました、はい、そもそもこな声の中ですが来週も続きますこれそうです、はい はいそれでは皆さんおやすみなさいさよならさよなら